青い鳥、メーテルリンク作楠山正ヤ役、渋谷バク、編集。第十一景、お別れ。明け方、チルチルと満ちる、光、パン、砂糖、水、火。 父が小さな戸口のついた壁の前にいました。光がちるちるに言いました。今どこにいるかわからないだろうああ、ちっともわからない。あの壁と戸に見覚えはないかい。あれは赤い壁に小ちゃな緑色の戸だけれど。 それでも何か思い出せないかね。そういえば、時のおじいさんが遠見せたことを覚えているよ。夢を見ている時って妙なものだね。自分で自分の手がわからないんだから。誰か夢を見てるの僕なの多分私かもしれないよ。誰かわかるものかね。 でもこの壁の向こうにはお前さんが生まれてから何度となく見たはずの家があるんだよ。生まれてから何度も見た家ですってそうだと思うおねぼけさんね。一年前のちょうど今日私たちが出てきたのはこの家の中からではなかったかえちょうど一年前に。 すると、まあまあ、そんな青玉の洞窟のような大きな目を失い。これがお前さんたちの大事な父さんや母さんの昔からのおうちですよ。ちるちるはとの方へ行きかけて、でもそうかしら。あ、本当だ、そうらしくなってきた。 このちいちゃな戸だ。かんなきがある。父さんたちここにいるんだな。母さんのところへ来たんだな。すぐ入ってみたいな。すぐと母さんにキスしたいな。少しお待ち。みんなよく寝ているからね。いきなり目を覚まさせてびっくりさせるのはいけませんよ。それに時計のうつまで戸は開かないよ。 何時を打つと開くのちんと待たなければならないのなにさ、ほんの二、三分。帰ってきたのが嬉しくないのねえ、どうしたのすっかり青い顔をして、病気のようですね。いいえ、何でもないのよ。いよいよお別れをするので、少し悲しくなっただけよ。お別れですって そうさ、お別れをしなければね、私はここにもう用はないんですよ。あれから一年たったから、養女のおばあさんが、また青い鳥をもらいに来る自分ですよ。でも僕、青い鳥取れなかったでしょ思い出の国でもらったのは、色が真っ黒に変わってしまったし、未来の国のは真っ赤になってしまったし、 夜の宮野は死んでしまったし森の中ではとうとう取れなかったんだもの鳥の色が変わったり死んだり逃げてしまったりしたのは僕のせいかしら幼女のおばあさん怒るかしら何て言うかしら私たちは力の及ぶだけのことはしたんだからねどうも青い鳥というものはまるでいないものか さもなけれかごに入れると色が変わってしまうものらしいね。かごはどうしたろうそこでパンが答えました。ここにありますよ、坊っちゃん。この長い怖い旅の間、私は一生懸命大事に持って歩きました。今日でいよいよ私の御用もおしまいになりましたから。 お預かりした時のまま、そっくりお返し申しますよ。そこでこの際、一同に代わり、一言申し述べたいのでありますが、誰があいつに演説を頼んだんだ。と火が言うと、静かに。と水が制しました。パンは続けます。癒しむべき適当。 嫉妬深き競争者の悪意ある妨害も、私が私の義務を最後まで遂行することを妨げ得なかったのであります。でありますから、ここに私は一同に代わりまして、また日が、俺は代わりなんか頼まないぞ。俺には口があるんだ。と反論すると、パンは、ええ。 一同に変わりまして、つつましく、しかも真実胸にあふれる,る感情を持ちまして、この二人の選ばれたお子さんたちが、今日、その高い使命を果たされましたについて、一言お別れのご挨拶を申し述べたいのであります。と言いました。ちるちるが。なんだって、 お前も僕たちにさよならを言ってるのと尋ねると、パンは、ああ、悲しいことですが、お別れをしようとしています。もっともそれは外観だけのことですが、しかしあなた方は、もう私の言葉をお聞きにはなりますまい。と答えました。ひが、ちっとも困りゃしないぞ。 と口を挟むと、また水が、おだまりと止めましたが、火は、貴様が鉄瓶の中や、井戸の底や、小川の流れや、滝壺の中や、水道の線の中でブツブツ言うのをやめたら、俺も黙ってやら、と続けました。光は、火と水を杖で制しました。 もうよし。お前たちはどうしてこう喧嘩が好きだろう。お別れが近づいてすっかり元気がなくなっているはずだのに。それでもそのくらい,いつのめだって騒ぐのだね。さあ、もう口のきけるのもお互いに今しばらくだ。早く行って子供たちにお別れのキスをしなさい。は前へ飛び出して 俺が先だ、俺が先だ。と言うと、乱暴に子供たちにキスしながら、さよなら、チルチルさん、みちるさん。さよなら、坊ちゃん方。これから何か火のいたずらをしようと思った時には、いつでも私を思い出してくださいよ。と言いました。みちるが、暑いよ、暑いよ。チルチルも、 あいつ僕の鼻の頭を焼いたよ。というので、光は、これこれ火や、夢中になっては困るよ。煙突の中とは違うよ。というと、水は、なんてバカだろう。パンは、何しろ育ちの悪いやつでね。とつぶやきました。火は、 じゃあ、この通り、両手は隠しにしまいますよ。だが、私を忘れずにいてください。私は人間の友達です。私はいつでもかまどの中や炉の中にいます。ぼっちゃん方が寒かったり、悲しかったりするときはいつでも出かけて行って、赤い舌を出してあげますよ。冬になると、部屋の中を温めたり、栗を焼いたりしてあげますよ。 と言いました水は子供たちのそばによって「ぽっちゃん方私はおけがをさせないように優しくキスしましょうね」と言うと火は「お気をつけなさい着物をびしょぬれにさせられますよ」と嫌みを言いました。 私は優しくっておとなしいんですよ。人間に親切なんですよ。人を溺れさせるじゃないか。井戸をかわいがってくださいね。小川の音を聞いてやってくださいね。私はいつでもそこにいますよ。あいつは洪水をこしらえます。夕方森の中に入って泉のそばにお休みなすったら、 その泉が何を囁こうとしているか聞いてやってくださいね。私、もう何も言えません。涙で息が詰まりそうです。一向そうらしくも泣いて。と、火と水が言い合っていると、父がおどおどしながらそばへ寄って言いました。それから私は父壺の中に、 ちるちるは、なんだね、おまえもかいそんなはにかみ屋のお人よしの牛乳までもかいみんな言ってしまうんだなとさみしがりました。砂糖はもったいぶった調子で、あなた方のお記憶の片隅にわずかの隙間でもございましたら、ときどきは私の音もしたことが。 つまり、あなた方のおためになったということを思い出してみてください。これだけが私の申し上げることです。涙は私の性分に合いません。涙が足の上に落ちると、ひどい怪我をしますから。というと、パンは、陰謀やめ。火は、アルヘめ、砂糖漬けめ、キャラメルめ。と怒鳴りました。 チルチルが、それはそうと、チローはどこへ行ったんだろう。何をしているんだろう。と言うと、猫の鋭い叫び声が聞こえました。みちるがびっくりして、泣いているのはチレットだわ。いじめられているのよ。と言いました。すると、猫が、もじゃもじゃに毛を逆立てて、 着物をビリビリに裂かれ、ハンカチで顎を祝えて、歯の痛む人のような様子で出てきました。その後から、犬が追っかけて出て、散々噛みついたり、打ち叩たたいたり、蹴飛ばしたりしたので、いよいよ怒って、ものすごいうなり声を立てました。犬は猫を撃ちながら、ほら、どうだ、これで答えたろ もっとしてやろうか。ほら、ほら、ほらと言っています。光チり、チルミチルの兄弟は、チロうチろ気が違ったのかいこら、よせ、よさないか、およしったらね。まだするか待て待て。と、やっと力ずくで、犬と猫を引き分けました。光が、 なんだね、どうしたと言うんだね。と尋ねると、猫は、しゃくり上げながら目をこすって。光の奥さん、みんな犬のやつですよ。あいつが人に喧嘩を仕掛けたんですよ。私の食べ物の中に釘を入れたり、私の尻尾を引っ張ったり、私をぶったりしたんですよ。 それでも私はそれはもうもう何にも何にも手出しはしなかったんですよ。と答えました。犬は、もうもう何にも何にも手出しはしなかったんですよ。と口真似をすると小声で、<laughs> やられたろやられたろもっとやってやろうか。と言いました。 みちるは猫を抱きしめながら、チレットやかわいそうに、あいつにどこを委託されたのあたしも泣きたくなったわ。と言いました。ひかりは犬に、お前の所業は、時もあろうに、今のような時を選んだというので、余計罪が重くなりますよ。私たちは子供さんたちといよいよお別れをしようという、 それでなくても悲しくって仕方のない時なのではないか。と厳しく言うと、犬は急に気がついたように。え坊ちゃんたちとお別れするんですってと言いました。そうさ。お前の知っているはずの時が来たんだよ。私たちはまたもう物が言えなくなるんだよ。犬は 子供たちの上に飛びかかって、乱暴に騒々しく、なで回したり、抱きついたりしました。やだやだ、私はやだ。私はいつまでも坊ちゃんたちとお話ししたい。ねえ、坊ちゃん、今私の言うことまだわかるでしょわかるでしょえ、そうでしょ、そうでしょだから私たちは、お互いに何でもかんでもいろんなことを話しましょうよ。 そして私はごくいい犬になりますよそれから私は読むことだの書くことだのドミノをすることまで覚えますよ私はいつでも体をきれいにしていますよ台所で決して泥棒なんかしませんよ私びっくりするほど面白い芸をしてみせましょうか猫をキスしてやりましょうかみちるは猫にそれからチレットお前は お前は何にも言うことはないのかい?」と尋ねると猫は「あなた方お二人ともおかわいいと存じますよ。何しろいいお子さんたちですものね」と答えました。光が「さあ今度は私がお別れのキッスをする番ですよ。」と言うと ちるちるとみちるは、光の着物にぶら下がりながら。いやだいやだ。ねえひかりさん、いつまでも私たちと一緒にいてくださいよ。父さん、なんともいやしないから、母さんにひかりさんがどんなに親切だったか、僕たち話をしますから。とお願いしました。でもね、だめですよ。この戸は、 私たちの入れないように締め切ってあるんだからみんな一りぼっちになってどこへ行っちまうのとチルチルが尋ねましたそんな遠くではないのよついそこの万物の沈黙の国へ行くだけですよダメだダメだ行かせやしないから さもなきゃ僕たちも一緒に行こう。う母さんにそう言って。お泣きでないよ。いい子だからね。私は、水のように声は立てえないし、ただ光だけ見たのでは、人にはわからないだろうね。けれど私は、人間の世がおしまいになるまで、始終そばについていてあげるんですよ。お忘れでないよ。 どこでも月の光がいっぱいにさしたところにも、星がピカピカ光っているところにも、毎朝昇る朝日の光にも、部屋の中についているランプの光にも、それからお前さんたちの心に、いい考えや明るい気分の浮かんだ時にも、私はきっと来て、お前さんたちとお話ししているのだということを忘れずにいてくださいよ。 その時、壁の後ろの時計が八時を打ちました。ほら、時計が打っている。さようなら、もう戸が開くよ。お入りお入り。と、光が子供たちを戸の中に押し入れました。パンはそっと涙を拭きました。砂糖と水とは、 かり涙に浸ってしまいました。犬も吠えています。第十二刑目覚め木こりの小屋は、壁からそこらの様子一体が、魔法の力で変わったのか、 比べ物にならないほど生き生きと笑っているように幸福そうに見えています朝日の光は楽しそうに締め切った窓の戸から部屋の中に差し込んでいます小さな寝台の上にはチルチルとみちるの兄弟がぐっすり寝込んでいます犬と猫をはじめ その他のいろいろの品物は、養女のまだ来ない前と、そっくり同じ位置にあります。そこへ母さんのチルが入ってきました。さあさあ、大きい大きい。お寝坊さんたち、決まりが悪くはないのかいもう八時を打って、お日様が森のてっぺんまで上がっておしまいなすったよ。おやおや。 よく寝ていること、寝ていること。母さんはそう言うと、腰をかがめて、子供たちにキスしました。二人ともまあ、真っ赤なほっぺたをして、チルチルはラバンドの匂いがするし、みちるはスズランの香りがするよ。そして、二人をキスして。まあ、 子供って本当に罪のないものだね。でもお昼まで寝かしてもおけまいね。怠け者に育ててしまってはならないから。それに体のためにもよくないだろうから。と言うと、優しくチルチルを揺り起こして。大きい大きいチルチルや。と声をかけました。 チルチルは目を覚ましながら。なあに光かい光はどこへ行ったのダメだダメだ、行ってしまってはいけないよ。というので、母さんは。光だって光の刺すのは当たり前だよ。戸が閉まっていたって、外はもうお昼のように明るいんだもの。お待ち今戸を開けるから。 と言って次の戸を押し開けましたほらごらんお前どうおしだえ？まるで目が見えなくなったようだチルチルは目をこすりこすり母さん母さん母さんだったのと答えましただってそうさ私だよ誰だと思ったの ああ、母さんだ。そうだそうだ母さんだ。そうだともそうだとも母さんですよ。夕べとちっとも違ってはいやしないよ。どうしてそんなびっくりしたような目をしてみるのさ。私の鼻が逆さにでもついているかえ。まあ、母さんに会えて僕うれしかった。久しぶりだ。本当に久しぶりだったね。 僕すぐにキッスしなきゃならない。もういっぺん、もういっぺん、もういっぺん。それに僕のねだいはいい心持ちだな。僕とうとう家へ帰ってきたんだ。どうしたと言うんだね。どうしてお前今まで目を覚まさなかったの加減が悪くはないのかえちょいと舌をお見せ。さあ起きて着物を置き換えな。 おやおや僕、シャツを着てるね。そうさ、着てるよ。ズボンとジャケットを置き。ほら、あそこの椅子の上にあるから。あれ、僕が旅に着ていた着物かしら旅にって何の何って去年のさ。去年だってだってそうじゃないか。クリスマスの前の晩だったよ。 出かけて行ったのは出かけて行った時だってお前ここから外へはちっとも出やしないじゃないか私は昨夜べお前たちを寝床に入れてやってそして今朝お前は目を覚ましたんだよお前みんな夢ですよでもお母さん分からないんだ去年だったよ僕がみちるだの養女のおばあさんだのひかりだのと一緒に出かけて行ったのは。 光はどんなに親切だったろう。それからパンと砂糖と水と火もいったんだ。みんなは喧嘩ばっかりしていたよ。僕のこと怒らないでください。母さん留守に大変寂しかったかい父さん何と言ったのでも僕嫌だって言えなかったんだもの。だから僕書き置きをしていったんだ。 お前何の話をしているんだいきっとお前加減が悪いかさもなければまだ本当に目が覚めずにいるんだよ。さあ目をお覚ましほらちっとは良くなったかいと優しく体をゆすぶりましただって母さん僕本当のことを言っているんだものまだ目が覚めないのは母さんだろう 何だって私がまだ目が覚めないでいるんだってとんでもない。私は6時から起きているんじゃないか。私はもうすっかり洗い物をしてしまったし、火も焚きつけてあるんだよ。じゃあみちるに本当だか嘘だか聞いてみるといいや。まあ僕どんなにいろんな目にあったろう。えみちるだってどうしてさ。 道でもも一緒に行ったんだもの。僕たち、おじいさんとおばあさんにも会ってきたんだぜ。とチルチルルが言うと、母さんはおじいさんとおばあさんだってと、ますますびっくりしました。ああ、思い出の国でね。行く途中だったんだから、二人とも死んでいるけれど、達者だったよ。おばあさん、 僕たちに美味しい梅のタルトをこしらえてくれたよ。それから弟たちや妹たちもいたよ。ロベールもいたし、ジャンもいたし、コマもあったし。それからマドレーヌに、ピエレットに、ポーリーヌに、リケットに。するとミチルも言いました。リケットちゃんたら、まだハイハイしてるんですもの。それからポーリーヌは、 相変わらず鼻の頭にお出きをこさえていたよ。母さんは、だんだん訳がわからなくなると一緒に不安になって。まあまあ、どうしたんだろうね、この子たちは。他の子供たちのように死んでしまうのじゃないかしら。と言うと、父さん父さん、早く来てくださいよ。子供たちが悪いんですよ。と呼び立てました。 なんだなんだと父さんが手に斧を下げて入ってくるとチルチルとみちるは嬉しそうに駆け出していって父さんにキッスしようとしました「いやあ父さんだ父さんだおはよう父さん」「父さん今年はたん独仕事があったの?」「なんだどうしたというんだ 子供たちはちっとも悪くはない。元気な顔をしているじゃないか。と父さんが言うので、母さんは泣きながら。顔つきだけでは分かりませんよ。他の子供たちの時もそうだったもの。あの子たちはおしまいまで、それは随分元気だったからね。それなのに、神様は連れてお行きになったでしょ。この子たちは一体どうしたんでしょう。 昨夜はもうそーっと床の中に入れてやったんですよ。ところが今朝起きてみると何もかもダメになっているんですもの。何を言うんだか全く訳のわからないことを口走るんですよ。旅の話をしてね。光を見たの、おじいさんやおばあさんに会ったのって死んでいるけれど達者だなんて言うんですもの。と言いました。チルチルルは でもおじいさんまだ木の足をはめていたよ。みちるも、それからおばあさんまたリウマチが痛むんですって。というので母さんは、ほらあの通りですよ。行ってお医者様を呼んできてくださいよ。と心配しました。父さんは、なにいいさなにいいさ。子供たちはまだ死にはしない。 まあよく様子を見ることにしよう。と言いました。その時、表の戸をコツコツと叩く音がしました。お入りと父さんが言うと、お隣のベルランゴおばさんが入ってきました。幼女によく似た小さなおばあさんです。おばさんが、おはよう。 どなたもクリスマスおめでとう。と挨拶すると、チルチルは。いや、幼女のベリリウンヌだ。と返しました。クリスマスのシチューをこしらえようと思ってね。火種を少しいただきに来ました。今朝はお寒いことですね。子供さんたち、おはよう。ご機嫌はいかがと尋ねると、 チルチルは「ベリリウンヌおばさん僕とうとう青い鳥が見つからなかったよ」と答えました「何を言ってなさるんだねこの子は」そこで母さんが「聞かずにおいてくださいましよ子供たちは自分にもわけのわからないことを言っているんですから今朝目が覚めるとこうなんですよ 何か良くないものでも食べたと見えましてね。と言いました。だって、チルチルさん。お前さん、ベルランゴのおばさんをお忘れかいお隣のベルランゴですよ。でも、おばさん。あなたは幼女のベリリウンヌでしょおばさん怒っているのベリーなんですとえベリリウンヌ。 ベルランゴさベルランゴと言ったのね。ベリリウンヌでもベルランゴでもいいんです。でもみちるは知ってるんだ。そこで母さんが、何より悪いことはみちるまでがやはりね。と言いました。父さんは、<laughs> すぐ治ってしまうよ。二つ三つ食わしてやりゃいいんだ。 と言うと、お隣のおばさんは、いいえ、そんなことはなさらないほうがいい。私はよく知っていますが、これはきっと夢の病ですよ。たぶん月の光の当たるところにお休みなすったんでしょう。今ひどく患っていますうちの娘も、やはり時々そういうことがあるんでございますよ。と話しました。 母さんが「本に娘さんはどんなあんばいですえ?」と尋ねると「まあまあでございますよ。起き上がることができませんのでね。お医者様は神経だとおっしゃるんですがね。私が何よりも一番効くだろうと思いますのは今朝ほどもあれがクリスマスの贈り物をねだりましてね。 まあ、あの子の考えですと、と言いかけたので、母さんが、ええええ、わかりました。チルチルの鳥でしょこれ、チルチルや。お前どうだね。あれをお気の毒な娘さんにあげないかえと、チルチルに声をかけました。何、母さん。お前の鳥さ。あれはお前はいらないんだから。 今では見てもやらないんだろうそれなのに娘さんといえば長い間あれを欲しがって死にかけていなさるんだからねおやそうだ僕の鳥はどうしたろうああそこに籠があるよみちるお前あの籠をごらんよあれはパンが持っていたかごだぜそうだそうだ同じものだ けど中には一ついるっきりほかのはパンが食べてしまったのかしらおやおやまあこの鳥は青いよでもあれは僕のキジバトだそれが出て行く前よりかずっと青くなってらなんだあれがきっと僕たちの探していた青い鳥なんだ僕たちずいぶん遠方まで探しに行ったけれど 本当はここにしょっちゅういたんだな。だが不思議だな。みちる、お前鳥を見たかい光が見たらなんて言うだろう。僕、かごを下ろしてやろう。ちるちるは腰掛け台の上に上がって、鳥かごを下ろして、それをお隣のおばさんのところに持っていきました。 さあ、ベルランゴおばさん、これですよ。まだ本当に青くはないんですけれど、今にだんだん青くなりますよ。早くあなたの娘さんのところへ持っていっておあげなさい。とおばさんに言いました。まあそう、本当にくださるのありがとうよ。あの子がどんなに喜ぶでしょう。キスをさせてもらいますよ。では早速に早速に。 ちるちるにキッスしました。そうそう。何でも早く持っといでなさい。中には色の変わるのがあるから。娘がこれをいただいて何と言いますか。またお話に上がりましょう。おばあさんはそう言うと、鳥かごを抱えて出て行きました。ちるちるはしばらくそこらを見回しました。 父さん、母さん、このうちどうしたのみんな前の通りだけれど、何もかもずっと綺麗になってるね。なんだ、ずっと綺麗になったとと父さんが言うと、チルチルは。ああ、そうだよ。何もかも塗り替わって新しく見えるし、何を見てもピカピカして磨き上げたようだよ。去年とは違うね。 と答えました。去年だとチルチルは窓の方へ行きながら「それから森をごらんよ。まあずいぶん大きくって立派だな。みんな新しくなったと思うよ。僕ここにいるとずいぶん愉快だな。そしてパン鍋のところへ行ってふたをあけてみながら」「パンはどうしたの?」 パンのやつ、みんなバカに静かだな。それから、ここにチロウがいら、おいおいチロウ、チロウ、こんにちは。ねえ、お前ずいぶんよく戦ったな。森の中のことをお前覚えているかいと、声をかけました。みちるも、それからチレットも、チレット、私知ってるでしょ でももうお話ししないのね」と続きます「おいパン君」と額を触ると「おやおやダイヤモンドがなくなってしまった僕の青帽子を誰が持っていったろう」い,いや僕もうどうせいらないんだ「いやあヒカ あいつは面白いやつだったな。水を怒らせてはパチパチって笑っていたっけ。それから水だ。おはよう水さん。何を言ってるだろ。う。水はまだお話ししてるんだけれど、もう何を言ってるんだかわからなくなった。と言いました。お砂糖が見えないわ。とみちるが言うと、ちるちるは。 僕、愉快だ、愉快だ、ほんとに愉快だ。みちるも、あたしもそうよ、あたしもそうよ。と続きました。母さんは、まあ、お前たちは、なんだってそんなにぐるぐる回りをしているんだね。と心配すると、父さんは、構わずに大きい。心配をしれない。 うれしいごっこして遊んでいるんだから。となだめました。チルチルは、僕は光が一等好きだった。光のランプはどうしたろう明かりがついてるかしら。と言うと、またそこらを見まわして。ああ、何もかもほんとにいいな。僕どんなにうれしいだろう。 と喜びました。その時、表の戸を叩く音が聞こえました。父さんが、お入りお入りと言うと、さっき来たお隣のおばさんが、かわいらしい、それはびっくりするほど美しい娘の手を引いてきました。娘は、 ちるちるの鳩をしっかり脇に抱えています。まあこのとおり奇跡を見てください。母さんは「おや驚いた歩けるの?」とびっくりしました。歩けるのってどうしてかけることでも踊りを踊ることでも飛ぶことでも何でもできますよ。いただいた鳥をこの子に見せますとね。 明るいところでチルチルさんの鳩だかどうだか見るのだと言って、ひとっ飛びに窓のところまで飛んでいきましたよ。それからというものはまあ、どうもね、お天使様のように往来へ飛んでいってしまって、一緒について歩くのが骨が折れるくらいでございましたよ。とおばさんが答えました。チルチルは、 光そっくりだ。みちるも、少し小さいよね。と言いました。うん、そうだな。だが今に大きくなるだろう。とちるちるが言うと、おばさんは、あの子たちは何をしていなさるのだえ。まだよくおなりなさらないんですかえ。と母さんに尋ねました。 だんだん良くなるようですよ。少しずつ治っていくんですよ。朝飯を食べたらすっかり良くなるでしょう。おばさんは、娘をチルチルの方へ突きやりながら、さあお前行って、チルチルさんにお礼を言い。と言うと、娘がそばへ寄りました。チルチルはふとおびえて、 一足引き下がったので、母さんは。まあ、ちるちる、どうしだえ。お前、娘さんが怖いのかえ。さあ、あのお子にキスしておあげ。うんといい大きなキスをさ。いいえ、そんなのではない。もっといいのさ。お前一体、そんなはにかみ屋じゃなかったじゃないか。 そらもう一つ「まあお前どうしたんだね泣きそうな顔しているよ」と声をかけましたチルチルはなんだか不器用らしく娘をキスしたまましばらくその前に立っていました二人の子供はお互いに顔を見合ったまま何も言いません やがてちるちるは、照れ隠しのように、鳩の頭をなでました。このぐらい青ければいいのと娘に尋ねました。ええええ、それでたくさんよ。僕、もっと青いのも見たの。けど本当に青いのは、どんなにしてみても、とても捕まらないでしょう。かまわないわ。 これでいいのよ。何か食べさせたのいいえ、まだよ。何を食べるでしょう。何でも食べるさ。麦でもパンでもトウモロコシでもコオロギでも。どんな風にして食べるんでしょう。くちばしで。ごらん、してみせてあげますからね。とチルチルは言うと、娘の手から鳥を取ろうとしました。 娘はする気もなしに、取られまいとして争ったので、その騒ぎに紛れて、鳩は飛んで逃げていってしまいました。娘は失望の叫び声を上げて、母さん逃げてしまったと泣き出しました。ちるちるはいい、いいよいいよお泣きでないよ、僕また捕まえてきてあげるから。 娘に言いました。あの鳥をお見つけになった方は、どうぞお返しくださいまし。あの鳥はいつか幸福のためにいることになるでしょうから。